街が騒がしいな。ん？張り紙がある。ああ、へえ、今日は祭りが開かれてるのか。あ、そういえば、キリト、遅いぞ。悪い、それじゃあ報告させてもらうよ。そっか、メディナがそんなことを。ああ、カーディナルはどう思う？冒険者たちに関して過去に類似した事件がなかったか調査したが、記録は残っておらぬ。オルティナノスケについてもこの大図書室を洗いざらい探してみたが、なしのつぶてじゃ。ただあの女がオルティナノスケに興味を示したということは、裏に必ず何かがあるはずなのだが、力になれずすまぬな。そうか。あれ、カーディナル、この絵本なんだ？ああ、オルティナノスケや救世主の情報について調べていて見つけたい本じゃ。 NPC や AI に関する項目を閲覧していた際に目についたのじゃが、解読はできずでな。なんだこれ、赤い宝石が描かれてるのか。この絵本には約束されし時という名が付けられておってな、わしが書き記したものではない。おそらくはあの女が作った書物じゃろう。だがこの書物を残した目的は不明なのじゃ。カーディナルでもわからないのか？うん、なぜならこの絵本には一切の文字が書かれていない。そして絵から読み解けることもわずかじゃ。透明な宝石の周りにどこか似た姿の人々が集まり、自らの血を宝石に注いだ結果、宝石は赤色に染まり、最後にはまばゆい光を放ち扉を形成する。この何の脈絡もない物語が何を意味するのか、幾度か思考してみたが理解できなくてな。ただこの大図書室の AI に関する書物を保存している領域に、なぜかこの絵本が置かれていた。へえ、不思議だな。なんかの暗号だったりして。あの女が記録を残しかけてあえてやめたということは考えるな。ともかく報告には感謝するぞ。わしもできる限りハーシリアンや冒険者に関する調査を進めていく。助かるよ、よろしく頼む。長々と話し喉が渇いたのではないか。茶菓子でも出してやるとしよう。いや、いいよ。お主が食べ物を拒むとは珍しいな。雪でも降るのではないか。カーディナルは俺を何だと思っているんだよ。実はちょっとカーディナルと一緒に行きたいところがあるんだ。食べ物もそこでいろいろありそうだからさ。わしと行きたいところ？いや、カーディナルっていつもここにいて全然外に出ないだろ。たまには外に出てみるのも気分転換になっていいんじゃないかと思ってさ。気分転換などわしには必要ない。気分をコロコロ変えるプログラムなど聞いたことがないからな。ね、でもせっかくの祭りなんだぜ、行きたくないか？祭り？な、興味あるだろ。俺も行きたいんだよ。なぜわしなのじゃ。お主と共に祭りに行きたい女子なら山ほどおるじゃろ。そんなことないと思うけど。カーディナル、普段は報告が終わったらその後にお茶を飲もうなんて言わないからさ。そうじゃったか。いつもはむしろ用が済んだら早く帰らぬかみたいな。だからもしかしたらカーディナル少し疲れてるのかなって思ってさ。わしに疲れなどというものはない。それなら頼む、俺の息抜きに付き合ってほしい。お主の息抜きに？
ああ、この世界の祭りってユージオともあんまり行ったことがなくて、どんなものかちょっと見てみたいんだ。もうなあ、頼むってカーディナル。まあそこまで言うのなら仕方がない。お主に付き合ってやるとするか。よし、ありがとうカーディナル。もうすごい変わった形の飴が売ってるぞ。はあ、そうか。なんかすごくテンション低いな。あれ見ろよ、アンダーワールドにも金魚すくいみたいな遊びってあるんだな。でも泳いでる魚は違うのか。なんて言うんだろう。あれは金魚じゃ。そのまま金魚すくいと呼んで問題はない。そうなのか。なあカーディナル、試しにやってみないか。わしはいい。お主がやりたければやればよい。いや、金魚をすくっても俺は多分飼えないからさ。では何故わしに勧めたのじゃ。カーディナルは大体大図書室か対策本部にいるだろ。面倒を見られるかなと思って。わしが暇人じゃと言いたいのか。いや、そういうわけじゃないけど。まずい、怒らせたか。勝ったとしても別れがすぐに来てしまう。金魚のユニットに設定された天命の数値は少ないからの。水槽に移して生きるのは数日のことじゃ。こういうところはリアルワールドと同じなのか。とはいえ、あの小さな魚たちは懸命に生き、あの可愛らしい姿で人々を喜ばせている。たとえ短き命でも尊い存在よ。ああ、そうだな。なんだ、怒ったわけじゃなかったのか。ここはもう見たはずじゃ。別の場所へ移動するぞ。わかった。それなりに楽しんでくれてるのかな。ん？あれは玉投げみたいなものか。的を狙って玉を当てればいいって感じかな。西屋でやれるみたいだし、やってこようかな。ではわしはここで待っておる。カーディナルはやらないのか。わしは普段から運動しておらん。あのような遊びで勝てる気はしない。確かにそうかもしれないけど、やってみないとわからないじゃないか。最初から勝算のない賭けはせぬだけじゃ。おい、まったくノリ悪いな。お待たせカーディナル。ふん、お主なかなかの腕じゃの。そうだろ。はい。なんじゃ。このぬいぐるみ2つもらったから、1つカーディナルにどうかなって思ってさ。子供扱いするなってことか。いらないなら。いらないなどとは言っておらん。そっか。何をニヤニヤしておる。いや別に、なんかそのぬいぐるみ妙に似合うなと思って。ふん、子供扱いしよって。よかったよカーディナル。やっぱりあんまりこういう祭りとか好きじゃないのかと思ってさ。人混みには慣れておらず、やや疲れたが嫌いではない。人々がこうも楽しげにしているのは珍しいからな。それに祭りの光景は少し懐かしい。祭りに行ったことはあるのか。いや、昔シャーロットが協力者を探しているとき、共有した意識を通して祭りの光景を見せてくれたのだ。シャーロットが。ああ、まだお主の存在を見つけていないときにな。
あの子はおそらく大図書室に一人きりでいるわしを気遣ってくれたのじゃろう。他にも協力者を探しつつ、わしと共有した意識に様々な美しいものや変わったものの姿を見せてくれた。このような祭りの光景を見たためなのか、今日はそのことを懐かしく思い出したのじゃ。だから少し元気がないように見えたのか。そっか、シャーロットらしいな。うむ、優しい子じゃったからの。なんかあっちに人だかりができてるな。ほーら、見ていっておくれ。炎で描く花熊だよ。わー、すごい。炎が花熊の形をしてるよ。おじさん、他にも見せてよ。よし、次は光り輝くお馬さんを見せてあげよう。おお、すごい。酵素が空中に浮かんで動物の形になった。神聖術だろうけど、どうやってあんな形にするんだ。何、あれはただの形状変化術じゃ。加えて言うなら術式の組み合わせと言うべきか。術式は小さな声でつぶやいておるから聞こえぬというだけ。円やら曲線やら様々な形にしたネッソやコースを組み合わせ、あのような空中に浮かぶ繊細な絵に見せているのじゃよ。へえ、なるほど。かなり技がいりそうだな。うむ、おそらくは神聖術行使権限がそれなりに高いと見える。だが神聖術師でなく曲芸を天職としているということは、たまたまパラメータの揺らぎによってその才を得たものなのか。お、あの芸面白いぞ。見ていこうぜ。ほんとだ、光が動物の形になってる。ん？カーディナルが背伸びしてる。そうか、前に人が立ったせいで芸が見えづらくなったからか。ここじゃカーディナルの身長だと見えないよな。別の場所に移動しようか。別に良い。なんだよ、意地張るなって。良いと言ったら良いのじゃ。まったく。それじゃちょっと手洗い手段で行くぜ。ん？何をする気じゃ。そら、何をするのじゃ。やめい。こうすればここからでも見えるだろう。文句言わずにちゃんと見る。お主、わしを子供扱いするなど何を考えておるのじゃ。カーディナルが子供じゃないっていうのは分かってるけどさ、芸を見るのに別に大人か子供かなんて関係ないだろ。せっかくなんだから見えた方がいいじゃないか。観念したようだな。それじゃあ存分に。ね、カーディナル、もしかして泣いてる？ごめん、無理やりおんぶなんかして。嫌だったなら下ろすよ。違う、顔から火が出て今すぐ大図書室の中に消え入ってしまいたいほど恥ずかしいが、嫌ではない。わしはただ戸惑っているのじゃ。戸惑い？はあ、わしはお主に出会うまで200年の時を孤独に過ごし、誰とも触れ合うことなどなかった。そしてあの時お主を抱きしめた時のぬくもりが最初で最後の触れ合いなのだと思っていた。最初で最後？うむ、じゃが今わしはこうして人と共にあり、そのぬくもりを感じている。
かつてシャーロットが見せてくれたような景色をこの目に映し、美しいと感じている。わしはそのことにひどく戸惑いを感じるのだ。何よりわしはもっとお主や皆と触れ合いたい、そう願ってしまっている。そう気づいたのだ。そしてそれがなんと愚かで浅ましき願いであることか。愚かなんかじゃないさ。愚かじゃよ。世界を維持するプログラムであるわしにそんな願いが許されるとは到底思わん。許されないはずがない。それに俺も同じことを願っているからな。キリト。俺だけじゃない、シャーロットだってきっとカーディナルに笑ってほしいって思ってるよ。そうじゃな。あの子ならきっとわしにそう言うじゃろ。ああ、そう思うぜ。ほら、ちゃんと見ないと芸が終わるぞ。うむ、それではこの特等席で見るとしよう。おお、珍しく褒めてもらえたみたいだな。お主の背中は優しいぬくもりを与えてくれる心地よいものじゃ。カーディナルがもし望むなら俺はこのぬくもりを与え続けるよ。ありがとう、キリト。ん？あの形はお主が昔ユージオと一緒に捕まえようとして逃した綿ウサギではないか？な、そんなことまで覚えているのかよ。もちろんじゃ。確かお主は必死になるあまり草むらに顔面から突っ込んでいって。そこまでにしてくれ。お主はつくづく興味深く面白い存在じゃよ。あ、ほら、次は金飛び狐みたいな形だぞ。お主ごまかすのがうまいの。そんなことないって。カーディナルが感じた戸惑い、それはサブプロセスとしてこの世界を見つめ続ける彼女の宿命が彼女に与えたものだろう。だが人と触れ合いたいと望む彼女の思いが存在する以上、俺は戸惑いを超えてほしいと願ってしまう。カーディナルもまた俺がこの世界で出会い関わった大切な人間だからだ。わしは自らの目で見つめたこの景色を永遠に忘れぬよ、キリト。赤い色ですか？